2 4 0 0系2 4 1 0系王資料館保存車両を2013年に京王レールランドへ移設された京王レールランドに展示されている2 4 0 0系2 4 1 0系王レールランドに展示されている2 4 0 0系2 4 1 0系王電気軌道4 0 0系電車は京王電鉄の前身で現在の京王線に相当する路線を運営していた 京王電気機動が1940年に投入した電車である。車内の様子1940年に日本車両製造で401から410の重量が製造された京王では史上初の制御車である。また、501型に次ぐ3扉車である。1942年には電装が実施され4個モーター装備の制御電動車となった。 伝送後は、両運転台車となっていた。1944年に、京王電機が東京急行電鉄へ併合された際、デッハ2400系2401から2410となった。2407は1945年5月25日の東京大空襲で消失し、1949年に他の被災者6両と合わせ日車で、 左半室両運転台の車体を心臓の上で復旧している。これ以外の各車については、幅が狭く車掌業務に支障する運転台脇の強幅窓を改善するため、前後の客用扉を車体中央寄りに移設して窓幅の拡張を行った。また、ステップ廃止後、全車とも、すそぶ張り出しの撤去を実施している。1952年10月、 2401が衝突事故で破損し、日車で復旧の際に全室構造の下り向き左辺運転台となり、乗務員扉を設置したことに伴い客用扉が窓一つ分交代した。この他に運転台以外の前面窓2枚の二段窓か、連結面より側面の強幅窓が埋められると、他社と異なる特徴を有した。1960年、 2400なのが2010系の付随車スモールマルティに改造され、左派2504となった。これ以外の非戦災車給料について同改造が実施されたものはない。昭和前の最終期にはスモールマルティ改造から漏れたた形式と根結し、最大5両編成で運用された。本形式は全商灯が取付式のままに投下されたものが多く、 また、型運転台車2401.2410の上り方、2409の下り方連結面には、広幅貫通路が設けられ、出ハ2125系2130とともに、サハ2110系2116.2120を中間に挟み、3両貫通編成2本を構成した。さらに、2409の上り向き運転台機器は、 非貫通のまま撤去され、同車は中間電動車となった。このほか2406は上り向き編運転台で、下り向きは非貫通2402から2405.2408の5両は両運転台のままとされ、競馬乗船や本線区間列車、荷物電車での単行運転用としても用いられた。このうち2405は新宿駅の地下駅開業前に、 地下新線へ釣り下ろし搬入され、試運転及び終熟運転に供された。1963年の河川電圧1500、ボルト小圧時に2402から2406.2408が廃車され、広幅間通路が設置された2401.2409-2410は、井の頭線車両の伝送品を流用し、 支線用の2 2 0系で、派221区派232で派222に改造された。省内交通も派8廃車体廃車後の1964年、2405は、東洋後期で改造の上、省内交通へ譲渡された。同社湯の浜線も派8となり、京王より一足先に入線していた、戦災復旧車で派2119改造のも派7と共に、 1975年の同線配線まで使用された。2402.2404-2408は、東急車両製造で、改造の上、京福電気鉄道へ譲渡された。同社福一車保出派261系262.263-261となり、同系車2両編成のほか、京王同様13から14メートル級の小型車で、長編成を組み、 主力としていた阪神電気鉄道の急行用861型を制御者に改造した北派31型と編成を組み用されたが、1976年に廃車された。いずれも現在は解体されており、現存するのは下記の2410のみである。2410が KO レールランドにて保存、一般公開されている。 1963年の京王線河川電圧1 5 0 0ト昇圧に伴い廃車される予定であったが、220、経営改造され昇圧後も京王線で運行された後、1969年11月の京王線 ADS 化に伴い同年10月に運用離脱し、桜上水工場にて修復され、京王動物園仙玉動物公園駅前に保存車として設置されていたが、 高畑不動建築の職員によって、補修、修繕が行われた後、京王電鉄、平山研修センター、京王資料館に移動して保存されていた。さらに2013年4月に京王レールランドでの保存展示に備えて再び、多摩動物公園駅付近に移設され、同年10月10日の同施設リニューアルオープン時から公開されている。ありがとうございます。